高浜町文化会館で21日、町内で活動するボランティア団体同士の連携を図る交流会が開かれました。交流会では参加者が講演やグループワークを通じてボランティア団体が地域のためにできることを考えました。高浜町社会福祉協議会が開いた交流会には、町内で活動するボランティア団体や関係者ら合わせておよそ70人が参加しました。交流会ではまず、福井大学医学部地域プライマリケア講座の講師を務める和田診療所の伊海智樹医師が、ボランティア活動と地域づくりの関係について講演しました。伊海医師は、高齢化や人口減少社会においてボランティア団体が地域の課題を自分たちで解決する地域包括ケアの重要な担い手であることを説明。ボランティアとしてお互いに協力して助け合う活動が、自分たちも健康になるだけではなく、地域により多くの良い効果を生むと、さまざまなデータを元にしながら話しました。講演に続いて、町内で活動するボランティア団体がそれぞれの活動内容を紹介した後、グループワークが行われました。高浜町内では現在14団体と個人17人の合わせておよそ300人のボランティアがさまざまな活動に取り組んでいます。グループワークでは、それぞれの団体が地域のためにできることや今後求められることなどを熱心に話し合いながら、今後の連携に向けて交流を深めていました。